遅い。シンナ負けちゃうの？マコーロが一つ壊されたってびくともしないでしょ。アバランチだって分かってるはずよ。星のために爆破されたって。コーラー出てきなさい。コーラー、猫よ猫、うちのパンを加えてこの奥に逃げ込んだの。あんたたち捕まえてくれない？もう諦めよう。化けネズミはすぐには来ないな。どうしよう、待つ？あ、そうだ、アイテム屋さんに途中経過を報告しようよ。チョコボ、上から仕入れたアイテムもあるよ。おう、ビビって帰ってきたか。聞いてるぜ、ウェアラットは倒したんだな。やる気があるならほら、そろそろ出てくるかもだ。今度は逃げ出す。上から仕入れたアイテムもあるよ。セブンセブン、結果だ。上から仕入れたアイテム、アイテム屋といえばここ。化けネズミ
を倒した。ありがとう。化けネズミそうだ。いいことを。化けネズミどもを一掃した。その、どう思う？どうだろう。俺はワイマーや客たちにあんたを推薦。好きにしろ。セブンスヘブンと何でもよ。力を合わせて盛り上がっていこうぜ。うまくいったね。ああ、仕事はエリ好みしない。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しくいこうかな。そうしてくれ。そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る？お、いらっしゃい。秘蔵の品、見てってくれ。ワイマーにしこたま宣伝しといたぜ。いっぱい買っていきな。毎度あり。何でも屋の活躍で生まれ変わったアイテム屋。そこのアクセル。ミホお姉ちゃん、この人誰？最近プレートにする。そこの家の危険な犬。見破るマテリアのバトルレポートを達成した。何でもやの手番だ。クラウドさん、見事データ提出一番乗りでした。新しく生まれたマテリアを早速発売しました。今後もマテリアを続々と開発していきます。新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからも。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願い。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ち。アイテム屋から協力ありがとう。実は桁外れに凶暴の悪化、進路の軍用瓦礫通りで目撃され。引き受けよう。助かるよ。頼んだよ。気は抜けない。集中してこん。確実に。集中していく。そこ気負いすぎる。頑張る。行くよ。それ、逃げても無駄。頼りにしてる。下がってる。やってやる。行け。
うん、決める、決めてやれ。チャンスは逃さない。さあ、遅い。繋いでいこう。俺が決める。そこ仕上げだ。えっ、追いかけるぞ。やってくれたか、はあ、ありがとう。あれはシンラから逃げ出した新種だと思う。あいつが問題になったのはいつ頃だ。そうだな、情報が入り始めたのは今朝になってから。つまりどういうことだ。もしかしたら7番街スラムの地下にはシンラの研究所があるらしいな。いや、どうだろう、聞いたことがない。ちょっと鎌をかけてみた。申し訳ない。巨大な組織だ、俺も知らないことが多い。ああそうだな、倒したんだ、それでよしとしよう。アイマーさんが見込んだだけある。あんた、逃げちゃう、帰ってこないの？みんなお帰り。怖いお兄ちゃんから逃げてきたんだって。ありがとう。そろそろ町中に噂が広まってるんじゃない？凄腕の何でも屋がいるらしいぞって。まだ腕を見せるほどの仕事はしていない。へえ、物足りないってわけだ。結婚して上で暮らすって。困ったら頼む。便利屋とは違うんですけど。今日は寝かせない。ああ、喧嘩行くの。この先の廃墟。封鎖中だ、封鎖中だ。
羽トカゲがうろついている。って、あれ？ティーファちゃんか？もしかして自警団の助っ人って君たち？そういうことなら大歓迎。羽トカゲは奥の倉庫にいる。2グループだ。全部倒してくれよな。羽トカゲは2グループいる。奥の倉庫にいるから。相手はダブ。決めちゃおう。調子に乗るな。事故の隙に。頑張る。邪魔だ。さあ、遅い。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。次もこの調子。
鍵がかかっている。頑張れよ。排気区域の封鎖は解除されたわ。星の命がちゃんと知れた。プレートって上で働いて、この子にプレート1番街と8番街なんだろう。ちょっと行ってみる。ネズミの巣にならずに済むわ。手元をしっかり見ろ。派手トカゲ見たところ、スラムのガラクタを流ってことで支柱前に行ってみる。やばいモンスターが飛んで、そういうの得意。ああ、まずお風景が違う。うちの商品は折々で変わるから。勉強がてら仕入れ元を詮索するな。土管通りウォールマーケットの三つの小館でよせ。来るな。待て。おとなしくしろ。話しやがれ。死なないでくれ。黙れ、血ネズミ。チチチチどうしたの。死んだの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。ジョニーは職務質問されて、オーラああいう性格だから。マコールの爆発絡みだろ。ジョニーのやつ、いつもみたいに怒られて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか。違う、ジョニーは私たちがアバランチだと薄々気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え、でも今日は世話になったからな。礼だ。ありがとう。行こう。軍相手によく勝つのよ、あいつ。ジョニーはどうしたの。偉そうにしよう。いたた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 、もうけな。腕がもうけな。そんなに引っ張るなって。暴力反対。クラウド、あそこに隠れよ。模範市民に何するんだ。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだよ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。まさかジェシー、あのトニーデーだ。ID はきっかけだ。お前の ID でシンラの施設に入れるわけないだろ。さーて、大変。ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん、クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。そいつを離せ。ん、なんだお前は。仲間か。なんだ、誰かいるのか。あ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら暴れん。そら、どういうつもりだ。もうやるしかないね。
痛くなかったら町を出ろ。はい、世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよ。ジョニー大丈夫かな。自分の心配をした方がいい。ここから離れよう。どうした？クラウド、やっぱり変わったね。どこが？例えば、その目。前はもっと。ソルジャーだからな。魔法の目だ。そっか。これからどうする？店に戻る？それとも何でも屋続ける？が飛んできたの。なのにこいつら全然動かない。ん？もしかしてあなたが噂の何でもや？じゃあ手伝ってくれない？ディングローはタラが廃工場の先。近づくには自警団の鍵がいるよ。鍵は近くの木箱に隠してあるから片っ端からぶっ壊しちゃって。列車墓場から。お、何でもや。地中近くに移動してきてるわ。相手は雑魚だ。決めちゃおう。刻む。決まった。
進むぞ。見つかった？ああ、すぐ片付け。手伝うよ。どうってことない。集中していく。センスだ。進むぞ。おかえりなさい。見事倒せたみたいだね。さすがは噂の何でも屋。威張るだけで何もしない兵士とは大違い。警備も変わってもらいたいぐらい。兵士は職業だ。勝手には動けない。人としてどうなのって話でしょ。命令に忠実なやつも必要だ。やっぱりね。元シンナって聞いてるよ。なるほど。あんたと話しても無駄か。私はこの町が好き。ただそれだけ。いいわ。この町は私が守る。あんたに負けないくらいもっと強くなってやるから。お疲れ様。仕事すっかり片付いたね。何でも屋のクラウドの評判も上々。この先どんどん忙しくなるよ。ティファのおかげだ。素直でよろしい。今日の報酬は店へ行けばいいのか。うん。でもその前にアパートに戻らない？少し休もうよ。スラムの心得その1ね。じゃあ行こう。ヤバい奴を退治したんでしょ。地形団のクエンちゃんが退治してたぞ。より頼りになるぜ。クレートっていつもより人この子にね。犯人はアバランチ。どんな人が乗るんですか。怪我はないじゃん。
すぐ片付く。手伝うよ。止める。当てる。連携しよう。頑張るね。やっ。まあいい。どけるよ。つなぎ切って、うっ、攻めてこう。蹴散らす。当てる。この、じゃあね。終わったな。片付ける。私に任せて。ふっ、それ。ふっ、いや、当てる。邪魔だ。決まった。あっ、さあ終わり。そこ蹴散らす。いくよ。ふっ、どうってこと。数が多いほど、ま、ここだけの話、これからもよろしくね。たっぷりお礼するから。ゴールマーケットに行ったまま、あの犬の相手できるわ。またモンスターが出て。真剣勝負。集中していく。ここまで。気負いすぎる。さあ行くよ。行くよ。やっ。逃げろ。止めた。勝負あり。終わり。頼りにしてる。はっ。勝てたね。自分早いよ。帰りだね。ちょうどよかった。自分の部屋のフィルターを交換しておくれ。部屋に置いといたよ。はい。何でもやはお待ち。これは依頼だよ。ティファと仲良くするんだ。あ、しているつもりだ。うわっ、面だけだな。そんなのはね、吐いて捨てるほどいるよ。え、あいつらとは違うんだろ。行きな。先にフィルターを。ああ、終わったら来て。てね、急いで終わらせるね。できた。
せて。村を出てからのこと。え？約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。ん？戦争中、ソルジャーは英雄扱いだった。うん。毎日ニュースを見てた。でも、俺がソルジャーになった頃には状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、神羅のために働くただの、ごめん、話したくないよね。うん、剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。どういうのがいいかな？大人っぽいの。お互い年取ったもんね。私と釣り合う服を選んでね。わかった楽しい計画っていいね。ああ、いいなさて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか？時間もったいなくて。マーレさんには内緒。マーレさん、フィルターは交換したよ。また店に行くね。行ってらっしゃい。おや、ずいぶんご機嫌だね。そう？別に普通だよ。やるじゃないか。いい顔だ。これからも頼むよ。今後の分まで先払いしとく。頼んだよ。そうだな。でも労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか？ティファ、私もちょっと疲れちゃったね。え、ミッドガルにはずっと？そうだな、この辺りで仕事して金を貯める。そっか。じゃあどうする？もう少し街を回ってみる？
なとこ。おい、下に全員集合だ。今から？じゃあ次の作戦は。マリー、店の前でジェシーを待っててくれ。うん。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。本当ごめん。もう少しだけ待ってて。お詫びに。どうぞ座って。何にしましょう。きついのくれないか。てくれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。え、次も一緒なんでしょ？報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。時間を潰すか。待つか。
作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む。ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか。あ、今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。あ、じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。ごくらくビックス早すぎ。あいつらなんだ。右腕が銃の男、近くで見たって情報は上がってんだ。待ってりゃ必ず現れる。ディーン・グローって倒せるもんなんだな。軍なんかより何でもやね。あのポスター、なんだ。星の命を考えれば、マコーロ爆破事件は。プレートで働きてえな。このままだとしプロミリアの武器なんだ。お兄さんが買ったもの、何でも屋さん愛用品として売り出したい。自警団のクエンがベタ褒めしてたわ。マコーロ爆破事件は星の命を、うん、あのポスター。ディーン・グロー、怖かった。何でも屋がタイトのヤバい方がヤバいやつを退治したんでしょ。星の命のこと、自警団のグエちゃんより頼ってるよ。上で働いてる、この子。爆破はアバランチ。そのバイクは今晩借りるやつ。ネズミ。何見てんの。兄ちゃん、近所の人かい。まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか。この辺りにネジロがあるらしい。どうだろう。鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ。200、300だ。まあいい、じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。文句あっか、見てんじゃねえ。邪魔だ。雑魚どもの視線がうぜえな。ウォールマーケットとは大違いっすね、兄貴。
茶はするな。兄貴は怖え人だぜ。逆らうなよ。死に急ぎてえなら止めねえけどな。兄ちゃんが先だ。心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。おい、男の居場所知っているんだろうな。二度も言わせるな。どうだろう。てめえ知らねえんだな。神羅の末端か。神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした。調子に乗る。この刻む。集中していく。ここまで。揺さぶっていく。右腕が竜の男の話だったな。あ、いや、その…なぜ探ってる。俺は命令されただけで何にも知らねえんだ。だから命だけは…行くぞ。しまった。引き返す。はぁ、覚悟は一緒。このままでは。神羅がバレット。俺には関係ないな。スラムの心得その1、部屋に戻るか。変な奴ら。商売仲間を襲う空間兄ちゃんだ。おかえり。遅かったね。なんつって。話があるんだけど入れてくれない？じゃあ前置きはなしで。今度は何の礼だ。次の作戦に押せなかったお詫び。あ、じゃないとしたらなんだ。取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に7番街、プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？手付金代わりね。私の計算だと出発したら朝まで戻れない。準備は今のうちにしっかりね。終わったら教えて。自警団は強くなったな。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。
時系団が見回り強化してくれるってよ。準備はオッケー。ゆっくなんつってしっかり準備してきてね。準備はオッケー。じゃあ夜になったら駅に集合。頼りにしてるよ。報酬は悪くない。鉄道、今夜はもうないぞ。奴ら終電を早めたんだ。というわけでバイクを借りてきたから、これで上行こうぜ。どうしてわかったの？ジェシー、様子が変だったっすよ。なんか俺たちと話してても心ここにあらずというか。かと思えばやたらとハイだったりよ。それにしたってどうして上へ行くってわかるの？何？私起きたまま寝言言った？両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろ。いてててて。で、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだな。クラウド、親は？ああ、いない。じゃあ、みんなで行くか。親不孝の痛みを分け合おう。おみんな、新しい ID は持ったね。へい、アネゴ。行くぜ、野郎ども。いらっしゃってませ。了解っす。聞こえる？ああ。上に行く理由、ビックスたちの想像とは違うんだよね。ほら、一番魔鋼炉の爆発、すごかったでしょ。魔鋼が誘爆した、そう言ってなかったか？うん、でもあれは願望。やっぱり私の責任なんだよね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。原因はどう考えてもそれ。それでどうする気だ？次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。でもどうしても売人と連絡がつかないから、神羅の倉庫からいただいちゃおうかと。神羅の？まず無理だ。そこでクラウドの出番。行ったぞ。これ結構ピンチだよね。どうする？揺らすな。
遊ぶじゃん。買うのか。Don't judge!
ギアを上げようか。なるほど。何やってんの、あいつ。ほっとけ。調子に乗れ。悪く。日本は、バイク愛も十分。だが、スポーツ！まだ乗っているだけだろ！いいか、バイクは乗るものじゃない、己の一部とするのだよ、このようにね。タイヤか。安心したまえ。こんなに楽しいレース降りるわけがないだろう。おっと、あ、最後まで違うとも、どちらかが燃え尽きるまでね。どうでそれ。ビュンと。おっと。クライマックス最高！ジェシー、ハンドルを頼む。え？乗れ！あらら、ここまでか。残念。次は二人だけで勝負をしよう。そうな。約束だ。やったな。やったっす。まだ浮かれない。増援が来る前に隠れるよ。豪華。何の話だ。運転勝手に採点するな。ま、合格っつってもギリギリだけどね。知るか。もっと荒くてもよかったのに。あんたが落ちる。そんなにヤワに見える。あ、あ、しっかり捕まってろ。あ、どうした？今、落ちたかも。なんつって。ほら、見えてきた。あそこから行くよ。ここからは歩きで。夜遅いし、もうそこ市街地だから。キッツキツで痛いっす。ハムみたいだぞ。中身スカスカのハムっす。はいはい、お腹空いたよね。ほら、行こう。
この先が市街地。開けるのにちょっとコツがいるの。さすが。7番街の社宅地区、うちの親神羅の人間なの。私マコールのおかげで大きくなったんだよね。つけている。ママは典型的ミッドガル住民。ピザ出るかな。ミッドガルスペシャル。ジェシーのおふくろさん、どんな夜中に訪ねてもうまい飯作ってくれるんだよな。よく食べる人とお客が大好きだから。じゃあ行こうか。クラウド、例の件お願いね。とりあえず家の裏手で待ってて。ああ、わかった。クラウドさんにもミッドガルスペシャル食べてほしかったっす。そこでクラウドの出番。何でも嫌なら何でもするよね。私の家に忍び込んで大泥棒お願い。しばらくしたら裏口を開ける。合図は。明かりがついたらそれが合図。行くか。裏口を開けると廊下があるの。正面の扉は開けちゃダメ。右側の部屋が目的の場所だから。ビクスたちと盛大に騒いでママを引きつけておくから、音は立てても大丈夫。パパがいるけど気にしないで。パパの ID カードを探してほしいの。部屋のどこかにあるはずなんだけど。自分ではやれそうになくてさ。お願いね、クラウド。外れか。ここにはないか。ジェシー。
りどうぞ。今までずっと連絡できなくてごめんなさい。私は今ゴールドソーサーにいます。女優になる夢をついに叶えたの。たくさん迷惑かけたけど、ようやく胸を張ってパパとママを招待できます。主演ジェシー、主演魔航路の整備担当だったんだ、うちのパパ。あ、借りるぞ。はい、お任せ。今は舞台に上がってないんでしょ？それでもゴールドソーサーがいいの？ジェシーは頼りにされてるっす。でも裏方さんなんでしょ？もう帰ってきなさいよ。ほら、八番街の劇場を目指すなんてどう？ああ、いいかもね。あのね、ママ、私たちそろそろ行かなくちゃ。もう？本当は寄るつもりなかったんだよね。ウェッジがピザ食べたいって言うから。ごちそうさました。ウェッジ足りたの？あと2枚はいけそうっす。ウェッジ、ピザは作戦のうちっす。ペコペコじゃお腹も気持ちもしぼむから。次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。どうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。お待たせ。これでいいか？ここからが本番。これで76分室の倉庫に潜入できる。じゃあ行くか。私が一人で行く。どこから何を持ち帰ればいいのか知ってるのは私だけだから。んじゃあ俺らピザ食いに来ただけかよ。ただで返すと思う？腹ごなしにクラウドを手伝って。ほら、さっき私たちでママの注意を引きつけたでしょ。なんて言うんだっけ、ああいうの。ほら、陽動だな。それそれ、さすがソルジャー。え、じゃあ今度はシンラの人たちとピザを食べるっすか？食った分動けってことだよ。お前が中にいる間、警備の目を俺たちに向ければいいんだな。そうそう、さすがビックス。合図の照明弾が上がったら、みんなは倉庫前の広場を正面突破。思いっきり暴れて、できるだけ時間を稼いで。ソルジャー頼みの力技だな。作戦の所要時間は？それほど長くはかからないと思う。終わったらもう一度照明弾を使うから、この先の空き地で落ち合おう。待てよ、どうやってスラムに戻る？始発に紛れ込むか？ダメ、今夜のうちに戻らなくちゃ。方法は考えてあるから大丈夫。じゃあまた後で。では陽動部隊も行きますか。ジェシーの親父さんいたろ？ああ。
魔鋼中毒ってやつさ。ジェシーがゴールドソーサーのショーで、ああこんな話興味ねえか。いや聞いておこう。ジェシーはずっと役者志望で努力して努力してショーの主役を勝ち取った。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて魔鋼だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されてからこっちあの状態だ。そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだ。ジェシーは信じているっす。お父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかって。だから早く魔鋼炉を止めないと。親父さんの命が消えてしまう。今笑ったか。星の命がどうこうよりずっと共感できる。そういう意味か。魔鋼の中にはいろんな願いや思いが流れてる。てめえの都合で好き勝手に利用していいもんじゃねえんだ、きっと。あ、話したってこと、ジェシーには内緒だぞ。あいつ怒ると手がつけらんねえんだから。それはどうだろう。俺たち殴られるかも。興味ないね。こいつ。お、ジェシーの言ってた空き地。作戦が終わったらここに集合っす。合図があるまでは慎重にね。この奥が広場のはずだな。待て、警備が一人もいない。どうやら先客がいるらしい。ジェシーじゃないっすよねこれ。厄介なことになってなきゃいいが。確かめよう。誰もいねえ。どうなってやがる。あっちが広場、奥が倉庫っす。ジェシーは裏から回ってるはずだけど。まずは様子見だ。今のうちに作戦を。やるのは俺一人でいい。俺ら足手まといだってか。んなこと言うなよ。仲間っすからね。面倒は見ないぞ。準備があるなら今のうちにな。終わったら声をかけてくれ。足りないものはそこの自販機で。あっちに訓練所があるみてえだな。バトルしたけりゃ行ってみな。緊張してお腹が鳴りそうっす。お腹がついてあんた敵地のでも自販機があれば安心っす。じゃあ持ち場の確認しとくぞ。クラウドは広場の真ん中で派手に暴れてくれ。俺たちはクラウドのフォローだ。まずは全体を見渡せる場所に残ってそこから援護をしていく。お待たせ。何？話があるって。俺春になったら村を出てミッドガルに行くよ。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。ソルジャーになりたいんだ。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。
ヒロスか。ソルジャーになるのって難しいんでしょ。しばらくの間村には戻れないな。大活躍して新聞にも載るかな。頑張るよ。ねえ、約束しない？あのね、クラウドが有名になって、その時私が困ってたらクラウド助けに来てね。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの一度くらいは経験したいじゃない？はあ？約束しなさい。わかった、約束する。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない、それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。ジェシーの合図だ。うまく潜り込めたか。行くぞ。おう、すっ。侵入者なんていないぞ。隠れてるのか。お、おい、あれ。侵入者発見。
受けてまあ集中してやってやる。でも来い、ここで仕掛ける。終わらせる。にしちゃ頑張った方だろう。約束しただろう。次は二人だけで勝負をしようと。君が点火したんだ。私のエンジンは今駆け出す興奮に激しく震えている。下がってくれ。分かった。降りるのは何年ぶりかな。だが
私のスピードは ここであろうと変わらない。さあ、正々堂々と勝負だ、マイフレンド。集中していく。かき回していく。感じさせてくれ。集中していく。来い、見極める。いつでも来い。レッドゾーンまで振り切ってみようか。隙をつく。マーフィー、アクセル全開。ユザン、蹴り崩す。もっと感じさせてくれ。集中していく。みんなこのスピード。調子に乗るな。受けてラッセルショーカー。燃え上がれ。見極める。みんなこのスピード。もっと焼き仕留める。決める。かき回せ。ここまで。やっ。満足か。楽しい時間はあっという間だね。まだまだ目指せる高みがありそうだ。全機出せ。ソルジャーを倒すほどの相手だ。全力でかかれ。私たちは必ずまた会う。その時まで生きていてくれよ、マイフレンド。武器を下ろせ。敵じゃない。ウンパが何をしている。そっちこそ
ウェッジは心配ない。今はあんたが見つかる方が厄介だ。なんだあれは。先客、あれも一応アバランチだ。主級派というか本流というか、まあ今の俺たちにとっては目の上の炭鉱、ケツの出来物。失礼。ここで何をしているんだ。そうね、俺たちを危険分子扱いして追放したくせに、自分たちだって結構な装備だったよな。噂じゃあろうことがウータイと手を組んでミッドガル中のマテリアを持ち去るつもりなんだとか。何の意味があるんだそれ。さあ、戦争が終わったと思ってるのはこっち側だけなのかもな。よし、作戦終了だ。ひとまず空き地まで戻るぞ。ああ。随分と賑やかなことで。神羅の増援もいるな。ああ、胃が痛え。レッジを待たなくていいのか。待ったり探したりしたらあいつ怒るぞ。わからないな。ソルジャーにはわかんないか。でもあんたが気にしてたことは伝えよう。神羅の警報で、それに関しては喜ぶ。 A 班はこの場で施設からの逃亡者を監視。 B 班は速やかに通行規制の上事態の収拾に当たれ。はっ。襲撃のことが公になる。お疲れ。こっちこっち。どころか神羅の恥だ。先の警報についてよし、各班配置して。ちょっと派手にやりすぎじゃない。まあおかげでこっちも無事。あれ、ウェッジは。ウェッジ、俺たちが行く。おい、ウェッジ、大丈夫か。面目ないっす。撃たれたのか。多分流れ弾っす。お知りたい。どれ。ちょっと何してるの。うわ、ブヨブヨ。屈辱っす。当たってないよこれ。弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだね。だからこれ、やけど。しかも軽い。腹ペコっす。あ、いい顔。ふーん。行くぞ。帰るんだろ。もちろん。どうやってスラムに戻るんですか。前から一度やってみたかったんだ。本家の作戦に立ち合わせるなんてね。偶然なのか。安全確認のため自宅取り決め。本家が動き出したとすりゃ面倒だ。速やかにご自宅へお戻りください。さっき襲撃って聞こえたけど。おい、またテロじゃないだろうな。襲撃の件は誤報です。問題ありませんので自宅で待機をお願いします。臨終事態だ。自宅待機命令も出ている。この前の戦争だってこの腕一つで生き抜いてきたんだ。危ないですって。僕が家まで送りますから。え、ほらこっちこっち。ここまで来れば安心。どこに向かってですか。ついてからの楽しみ。無事に火薬も手に入ったし、これで次の作戦もバッチリ。そう願うね。あんたの父親も早く良くなると。おい、
その話は。は？クラウザさんもピザ食べたかったって。ね。何？なんか怪しくない？ないない。それはピザは食べたいよな。あ、ああ。ふん。じゃあ今度は私が腕を振るっちゃおうかな。楽しみっす。楽しみ楽しみ。多分ここに あった。パパから聞いた時は半信半疑だったけど、本当にあってよかった。パラシュートか。うん。半信半疑にかけたんすか。5割ならかけるでしょ普通。楽しみ。みんなご苦労様、付き合ってくれてありがとう。それから明日の作戦終了までバレットとティファには内緒でお願い。余計な心配かけたくないから。うん、よし飛ぶぞ。ワクワク。クラウド、ウェッジを送ってやってくれ。ああ、忘れるところだった。ねえ、危ねえだろ。何考えてんだ。ちょっと、ちょっと何すんのよ。あっちのセリフだ。残りの報酬、下に戻ったらうちまで来て。今ちょっと待って。ダメだ。いいっすね、兄貴。誰が兄貴だ。うわで十分だ。傷は仲間のためだろう。胸を張ってろ。え？なんか俺たち乗ってるよな。この柄特にね。あいつのおかげだな。うん、一緒なら何でもやれそう。帰れるっす。どうせ軽い火傷だし。いいから案内しろ。兄貴。あ、それはやめろ。こっちっす。ジェシーたちもう帰ってるかな。さあ。二人の家に寄ってもいいっすか。通り道だし。ああ。変な影が瓦礫道路に落ちたよな。町一番の何でも屋のおかげで体験の注文が増えます。すげえ
強いやつが入団したらしいな。ここがビッグ戦地。まだ戻ってないっすね。そうか。また反省大会かも。ああ、作戦の後のお約束っす。考えすぎて。意外だな。ちょっと心配っす。さあ、次はジェシンチっす。ミッドガルを出ていくかい。元マコールキングの者たちで。また爆破があるんじゃないか。ここがジェシーんち。男子は立ち入り禁止っす。役者志望の女子たちと暮らしてるから。変な気起こしちゃダメですよ、兄貴。ああ。念のため、警告っす。みんな噂好きなんで。アバランチのことはバレないのか。そこは、役者だから。あ、もう一回警告。兄貴も本気にしちゃダメっすよ。何のことだ。女はみんな大女優っす。スラム住民にもできるマコーロの秘密の仕事たち。明日5番目。ほらほらにゃる、バニーパス。みんな挨拶。今日の門番はこの三兄弟。じゃあな。見送りどうもっす。手当て忘れるなよ。了解っす、兄貴。その呼び方やめてく。怖くない怖くない、兄貴は優しいっすよ。よしよしよし。スキンシュー。はい、よくできました。よしよしよし。ほら、ニャル。詰めちゃダメっす。スラム住民にできる。うわ、やっぱりクラウド。そろそろ来る気がしたんだ。じゃあ、はい、これ。ご苦労様、何でも屋さん。それから特別なご褒美。あ、分かったから離れてくれ。じゃあ明日の夜来て。同居人たちみんな留守らしいから。じゃあってどういう意味だ。とにかく離れてくれ。離れたら来る？明日の夜。分かった。考えておく。やったー。じゃあとっておきのピザ焼いてあげる。具はマルケ、ルーセ、クロミリオンに赤シリ。どう？全部知らない。なんてキュートなの。いいぞ、私に任せなさい。おやすみ。なんつって、はあ、マコーロのニュースが頭に。明日列車が動く。ミッドガルを出ていくかで。アバランチの発光生命は本物なのか。ね、散歩だ。はあ、そうだ、ジョニーと会ったよ。ミッドガルを出るって。ん？ああ、あいつか。クラウドはしばらくミッドガルだよね。あ、古い友達がピンチらしくてな。
そんな時は助けるって約束したんだ。あの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。話したいなら聞くぞ。あれ？なんか雰囲気変わった？俺か？柔らかくなったような。変化？ううん、いい感じ。これならマリンも怖がらないと思う。うん。帰ってきたって分かったらほっとしちゃった。はあ、すごい睡魔。いろいろ話したいけど今夜はもう眠った方がいいみたい。ああ、おやすみなさい。おやすみ、ティファ。状況は？バレットとジェシーが戦ってる。でもいつまで待つか。合流しよう。行けるな？もちろん。店まで急ぐぞ。いるのか？突き崩す。倒すか。消耗戦士。当てる。そっちは任せる。私に任せて。かかってこい。そこ。やるよ。それ以上のことは分からない。ソルジャーでも知らない。また急いでるのに。他の道は？うん、こっち。ここもか。もしかして私たちの邪魔してる？クラウド、こっち。嘘でしょ。まるで洪水だね。流される。うん、ついてく。確実に。
しやってやる。なんだ、隙をつく、仕切り直す。覚悟はいい。なんで行く、なんだ、続けていくぞ。終わらせよう。一気に引き込む。さあ、大丈夫か？なんとか。あ、やば。ジェシー。復讐を。偽物じゃねえぞ！何だったんだ、あのうじゃうじゃはよ。まあ、この吐き溜めじゃどんな突然変異がいても不思議じゃねえ。たく、マコーロってのは。大丈夫か？平気って言いたいところだけど。本当嫌になる。クラウドに迷惑かけっぱなし。気にするな。あ、どうしたんすか、その足。大丈夫っすか。騒ぎすぎ。全然平気。でもしばらくは安静にした方が。ダメ。無理すんな。ジェシーは留守番だ。作戦はどうするの。ビックスはもう潜入しちゃってる。今さら中止にはできないでしょ。ああ、俺が頑張りゃいい。余計心配。俺がジェシーの分まで頑張るっす。お前今から出られるよな。報酬は割り増しだ。おお、任しとけ。よし、クラウドを入れて作戦再開だ。私の分までかき回して、うん、ウェジ、お前はジェシーとマリンを頼む。俺は元気っすよ。二人を任せられるのはお前だけだ、うん。よーし、仕切り直しだ。ターゲットは5番マコーロ。各自準備を整えて駅に集合。準備の足しにしろ。金額の文句は受け付けねえぞ。頼むぜ、ソルジャーさんよ。商品っす。持って行ってください。作戦が終わったら今度はみんなでダーツやるっす。
ティファン、力を抜こう。え？緊張してるだろ。ありがとう。よし、行こう。Thank you.